我々が住んでる世界では念じることよりも言うことがとても大事なんです。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も動画見ていただきましてありがとうございます。今日のテーマは皆さんからよく聞く、そんな心にもないことはできませんとか言えませんっていう案件です。よく皆さんがやらない、やれない言い訳として、そんな心にもないことっていう話をされますけれども、今日私が実際体験した全く心がないことをやった話をします。私の家っていうのは神戸の有馬温泉の近くにあるんですけれども、そこから大阪の江坂という、まあ、新大阪の近所にある私どもの事務所に行くのに、まあ、40分ぐらいかかるんですけれども、高速道路で行きます。まあその時に、まあ最近ようやく ETC がついたんですけど、2年ほど前まで100円必ず払わなきゃいけないような料金書がありまして、その料金書である時に100円がなくて1000円を払ったんですね。そうすると、その料金書のちょっとヤンキーっぽいお兄ちゃんが、100円ないのって態度悪く言うんです。ああ、すいません、ちょっとないんすよって言って、よく聞いておいてくださいよ。そのお兄ちゃんがね、聞こえた？チュッって言ったんです。で、100円9枚もらったんですけど、なんか感じ悪いっすよね。だってここみんなが100円払ってますから、もう100円硬貨なんかジェラジェラあるはずなんですよね。私が1万円を出して9900円のお釣りをくれって言うなら、これはまあチッて言われてもしょうがないと思います。たかが1000円、9枚の100円のお釣りを渡すのにチッて言ったわけですから、愛と許しを教えてるこの私ですら復讐を誓うわけです。しかし私どもの復讐は言っちゃ悪いですけど、たちが悪いですからね。で、その後発見したんですけど、次の日ギラギラとした熱い思いを持ってその料金所に行くと、やつはいず、おばさんがいるんです。そして私はついに発見しました。この料金所、4日に1回のローテーションでやつはいる。そして私の復讐が始まるわけです。だってね、あれ以来1000円しかない、100円がない時、めっちゃドキドキする自分になっちゃったんですよ。あいつのせいですよね。で、ついにあいつが料金所にいる時、私の復讐はたちが悪いですよ。ウィーン、100円を払いながら、あー、いい天気だね、元気そうだよね、いつも。どうです、この心にもないことを連発するんです。人間、大好きな人に大好き、大嫌いな人にお前なんか大嫌いなんだよ、本当のことはすごく言いづらい。でもこのように心がないことっていうのはいくらでも言えるわけです。まあ全く心にもないことを言い続けたわけです。で、4日に1回で3ヶ月ほど経ったら、2人の関係はどうなるか皆さんお分かりでしょうか。まあ懐いてくるんです。おはよう、おはよう、どうまで行くの、江坂、大阪の、そう、あ、何の仕事、おお、それはね、死んだおじいちゃんの遺言で言えないんだよ、ごめんね、なんてとってでも仲良しな関係になると、半年もしたらですね、どうでもいいぐらい仲良しになってるんですよね。で、2年後、彼は、いや実はさ、俺転勤でこの料金所から違う料金所に行くんだよ、あー、じゃあまた行くよ。でもまあ違う料金所までは行きませんが、すっかり仲良しになりました。
皆さんに何が言いたいかというと、もしあの時に俺がおいお前今チって言っただろってもうダダをこねて謝るまでこの料金所は牛の車がどれぐらい数珠つなぎになろうが動かさんぞってダダをこねたとしてもですね、まあ上司の人が来てすいませんでしたぐらい言ってくれるかもしれませんけど、あの料金所に怒った自分が、料金所を通るたびに私は怒った自分と出会わなきゃいけないわけです。そしてそのたんびに嫌な気分になって、いやだってさ、そうなったのもあいつがチッと言ったからさ、言い訳いっぱいしなきゃいけないんです。そして一生自分はこの怒った自分と出会わなきゃいけないわけです。そして私たちが皆さんにお伝えしていることは、怒るということよりもあなたにとって大事なこと、つまりあなたを怒らせる人っていうのはほとんどないんです。でも私たちっていうのはなんか我慢して貯めて根に持って、そんな心にもないこと言えませんっていう状況をよく作りますけど、じゃあ皆さんに逆説的ですけれども、それぐらい強く念じたものっていうのは実現するんですかね。我々臨床心理学の立場では必ず実験実験する実験、今日皆さんに実験していただきたいんですね。まず今からスターバックスでもタリーズでも構いませんね、ドトールでも構いません、カフェに行っていただきます。カフェラテ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 って念じながらです。そしてカフェラテって念じながら、あなたはいらっしゃいませ、何にいらしますかっていう店員さんにカフェラテって念じながら、ブレンドコーヒーですって言ってほしいんです。店員さんはあなたに何を出しますか。そう、 100% ブレンドコーヒー S が出てカフェラテは出てきませんよね。我々が住んでる世界では念じることよりも言うことがとても大事なんです。そしてそれがどれぐらい心がこもっていなかったとしても成果は抜群です。例えば我々男性がよく行く飲み屋さん、キャバクラとかスナックとか飲み屋さんによく行きますよね。ほとんどものすごく優しく接してくれます。タバコを吸われる人はタバコを吸ったらカチャッ、おしぼりお疲れ様。まあ我々も知ってるんですよ、 120% 偽善です。しかしながら私たちは優しくしてもらいたいがゆえに通うわけですよね。つまり皆さんにとってそんなことを心にもないことできませんっていうよりも、心からそれができるようにまず口に出して言葉に出していくっていうことはとても大事です。今あなたが彼と喧嘩していても構いません。あなたをもっと愛せる私になりたいとか、私はすぐ怒りんぼなんだけど、もっともっと寛容であなたをいっぱい許せる私になりたいってあなたが言うことの方が心で念じる何倍もどうも役に立つようですよ。日本人はあんまり使いませんが、よく宣言するっていうのがありますよね。あれはまず自分が今できていなくてもこんな私になりたいのですというふうなことをみんなの前で宣言をする。そうすることによって方向性が定まるっていうスタイルになります。
今皆さんは彼のためにもっと可愛い、もっと誠実な、もっとチャーミングで、もっとセクシーな私に、あなた好みの私になるって宣言してあげる。それは今あなたが恥ずかしがってるよりもとても大事なことかもしれませんよ。さて今日も動画見ていただきましてありがとうございます。もしこの話お役に立てればグッドボタンをよろしくお願いします。そしてもしチャンネル登録がまだな皆さんはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また動画見てくださいね。お会いしましょう。ありがとうございました。And we'll grow